今日ごま、今日こそごま豆腐食べたいね。食べたい。昨日本屋さんに来る方注意、月曜日は定休日のお店が多かったですね。びっくりしたよ ね、ほとんど開いてないっていう。そうね、大げさな表現じゃなくて7割閉まった。ちなみにお天気には恵まれているけれども、やっぱ高野山標高が高いところにあるのと、緑が多くて空気が澄んでいて結構気温が低い。寒いよね。寒い、はっきり言って寒い。2月東北回ってた時の格好ほどまではいかないけど、逆に東北から戻ってきてこんなに着込むの初めてぐらい着てる。ダウン、しまい込んだダウンを出したって感じだな。そう、ガチャうちね、今日ね、ダウンの下にライトダウン着てる。昨日ダウンだけで寒かったの。ダブルダウンか。そう、でもそっちの方がいいかもしれない。夏なんかはきっと避暑地かもしれないね。あー、そうだね、うん、あら、花粉だよ。やだよー、ヒックショちょうど奥の院前のバス停ですね、ここ。弘法大師のお墓ですね、に向かってると。正式には一の橋、ここから参拝する5秒まで2キロの道のりと、で20万基を超える墓石や記念碑等がありますということですね。はい、この白いのなんだろうね。なんだろうね。ちょっと地図、地図。ああ、同期の先が。戦争で亡くなった方とか。ああ、そっか。海軍第14期飛行専修用美学生戦没者なんて。そっか、桜、いろんな意味あるもんな。その前に加賀前だけ。おお、立派だね、うん、よいしょ。前だけの御所ですね。すごい立派な。おお、これが司馬遼太郎の文学碑ですね。薩摩島津家御所だって。おお、島津家墓所ね。山口の毛利家、うん、ね、行ってみる。あの奥にね。おお、秋田の佐竹家のお墓だね。取り付けだよ、すごいね。ねえ、小田原北条氏。へえ。信州松本水野家の墓。松本城の、うんうんうん、うんうん、こちらです。門がハートになってます。うぃー、ほんとだ。
こいな、これ。これすごいね。これ島漬け。これ初代。薩摩島漬け。大きいね。うん。こんな大きい五輪の塔って見たことないもん。大抵さ、このサイズ。石田三成。お、三成だって。ああ、ほんとだ。光秀ファンの方、お待たせいたしました。ようやくと、ちょっと通り過ぎちゃったかなってハラハラしてたけど、明智光秀供養塔でございます。結構ハンサムだったらしいような話も。うーん、有馬家。有馬県もそこら辺に陸奥白河庭。ああ、そうだ、白河に本松。うん、おー、どうもどうもだよ。はい、ここまで電車を引っ張ってる南海電鉄ですねの創業者松本さんのお墓みたいですね。市川團十郎の墓があるよ。へー。さあ、これが中野橋ですね。はい、名前だけあって中心真ん中の地点にある橋で、はい、ようやく真ん中ですね。やっと真ん中ですね。ははあ、大変ですね。ああ。去年そこの木が倒れて、みんな動いたもんだ。ああ。で修理しよう。もう倒れちゃったんですか、こっちも。これみんな落ちとった。あ、そうだったんですか。それでみんな当たったところみんな欠けてるから。木も立派だから衝撃もすごかったんでしょうね。そりゃすごいやろな、地震みたいな音したんちゃうかな。うん、ああ、今しお仕事。ありがとうございます。まっすぐだね、すごいまっすぐだね。寺さんみたいな深いのが見えてお、豊臣家。お、ちょっと登らさせてもらおうかな。豊臣秀吉が出てきたってことは、そろそろ信長かな。こっからいろいろ出てくる感じですかね。そうですね、皆さん有名どころが。これさ、うちらはさあ、どこどこ何々家だとかさ、ちょっと楽しみながら見てるじゃん。ほんと散策してるじゃん。うん、なんならお墓一つずつさ文字読むぐらいな感じで歩いてるじゃん。うん、めっちゃ時間かかるじゃん。結構時間かかってるよね。きっとこんなには時間かからず皆さん散策はできるでしょう。うん、本当はもっと皆さん早いんだと思うんだけど ね。でもせっかくだからさ、あ、とかさ見たいじゃんね。うん、まあでもこれも時間が許されるからできることで、なかなかね、ここだけで一日過ごすっていうのも、次行きたい、あそこもここも行きたいってみんなあるだろうから、
難しいでしょうな。そうだね、なか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 ね、うん、織田信長出てきた、出てきたね。筒井順慶もそうなんだ。筒井家のちょうど同じ時代に生きた人かな。結構規模小さいね。お墓って感じするね。そうだね。四十七士の、え、赤穂浪士の、赤穂浪士のところですね。浅野匠の神と一緒にこう祀られているってことですね。この橋を渡ると霊域です。橋の前で脱帽、そう、正しく清らかな気持ちで一礼し橋を渡ってくださいと。さあ、ここから先は聖域ですので写真撮影とか録音できませんので、しっかり、楽しんでまいりましたというところで、お腹が空いたので夕ご飯にします。いただきます。いただきます。じゃあちょっとごま豆腐から。噂のごま豆腐いただきます。じゃあ最初にわさびはつけずに。あ、すごい弾力がある。うん、すごいすごい。うんうんうん、あ、やっぱごまって後からふわーってくるね。うん、でちょっと次わさびありね。あ、次わさびつけてちゃう。うん、今高野山の名物ごま豆腐いただいてます。うん、わさびね、わさびあるといいね。うん、あのわさびいい、ここに合います。うん、はい、うん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 、あ、いや、こっちもいただいて。はい、ごま豆腐食べる手が止まらないってこのことを言うんだね。うん、いただきます。カメカメさんからいただいたお肉ラストです。ありがとうございます。うんうんふん、うんうんふん、あ、ちょっと豪華、いつも、うん、かなり豪華だよね。かなり豪華。正直お肉なくてこれだけでも、うん、俺いけるんだけど。じゃあうちこっち全部食べるよ。あ、ごめんなさい。うん、確かに、うん、これを食べて、うん、日本の和食を味わうには外国の人にはすごいいいかもしれないから。うんうんうん、うん、なんかさ、独特だよね。もちっと感、プルッと感、ツヤっと感、つるんと感が、うん、あの高野山ってごま豆腐以外にもくずが有名みたいじゃない。くず餅のくず。ああ、そうか、くず湯のくずあったけど。だからか、そっかそっか、うんうん、多分なんかそういう系なんだろうけども、すごい独特だよね。あのパッスーパーとかで売ってるさ、3パックのごま豆腐とか食べたことあるの。一時ごま豆腐ハマってたから、うん、あ、ほんまも全然違う。で、ごま豆腐屋さんもさ、豆腐プリンみたいにしてさ、高野山で売られてるお店あったじゃん。うんうんうん、まだ食べてないけどさ、うん、多分これスイーツだよ、スイーツになるば、うん、しか見たんですよね。うん、結構色が濃かったね。色が黒かったよね。うん、もう黒毛って言ってもおかしくないぐらいの、ね、焦げ茶と黒の間みたいな、うん、でその後もう一回ちょっと遅い時間になったらカモシカ見たんだよね、うん、びっくりしたね。ね、カモシカさんは2夜連続だもんね。うん、2日間連続で、うん、でもああいう鹿でもない、うん、イノシシでもない、うん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 、独特な感じなんだね。なんか何とも言えない、うん、高野山2日目の夜じゃん、うん、昨日さ、チケット買う時にさ、3時間半だか要しますって言われたじゃん。ああ、3時間半どころじゃないよね。無理だよね、うん、実質でまるっと
1日と半分必要だと思う。五輪の塔とかほんとちゃんと勉強しとけばよかったと思ってるよ今さら。でも10代20代の学生の頃なんかさ興味ないじゃん。この年になったからこそ楽しめるさスポットではあるとは思う。ごちそうさまでした。